もしもし、テレフォン人生相談です。あ、お世話になります。はい、今日はどういったご相談ですか？娘夫婦のことなんですが。はい、あなたおいくつ？72です。72歳。はい。ご主人いらっしゃいますか？73です。はい。お子さんはお嬢さんだけ？要するにお嬢さんのところは子供は一人。ごめんなさい。っていうことはお嬢さん一人っ子？あ、妹がいます。お妹さんいらっしゃる。はい。お嬢さんおいくつですか？45です。で、妹さんは41歳。はい。で、お二人とも結婚されてるの？下のは結婚してません。上は結婚してます。で、上のお嬢さんは結婚されて、はい。お子さんもいらっしゃるのね。はい、一人います。はい。ご主人、あなたにとってはお婿さん？お年はいくつ？同じ年だから45です。45歳。はい。で、お子さんは男の子、女の子？女で23歳に。が一人います。それでどういうことでしょう？お嬢さんの方、実はもう23年になるんですけど、結婚はね、23歳のお子さんがいて、ちょっと理由があって早くできてでしょうね。はいできちゃった結婚っていうんですね。そうなんですよね。はい、はいはい、それで、はい、お婿さんが定職がなくって、はい、転職してるんですよね。はい、3年ぐらい経ってはちょっと3年ぐらい経ってはちょっと、はい、給料も少なくって、はい、生活が大変でしたからちょこちょこお貸ししてたんですよね。はい、数百万貸してるんですが、うん、それで2年ぐらい前かにちょっと娘が病気しまして、はい、お見舞いも来ないし病院にも来ないしうちにも来るようにって言ってるんですけど全然来なくって、はい、今後どうしたらいいかっていうと話し合いはできないんですよね。連絡は取れないから。お嬢さんが2年前に入院された？はい。で、そのまま今も入院してらっしゃるってこと？いや、もう退院しまして、うちにいます。実家の方に。体の病気？はい、そうです。お婿さんがなんか海外とか行って、なんか出張っていうことで、はい、全然来なくなっちゃって。はい。で、見る人がいないから、うちが結局見てるんですけど、今後のことがどういうふうにしたらいいかなと思って、ちょっとご相談がてら。2年前にお嬢さんが頭っていうのは脳の、はい、脳梗塞やりまして。ああ、なるほどね。はい、まあ、大体入院は。入院、リハビリ兼ねて3ヶ月ぐらいです。3ヶ月ですね。はい。はい、で、その後はもう、じゃあ、ご実家で引き取られたのね。うん、もう婿さんがいないから、そこに。うん。見られないし、で給料も少なくて生活も大変なんだからとてもじゃない見れないから、はい、でうちの方でいててで電話を持ってたんですが、はい、連絡したら一遍は留守電になっててそれから電話がもう持ってないって言ってお姉さんから言われて連絡はつかないんですよね。全然会社の方も出ないし実のお姉さんと同じ会社行ってまして、でお姉さんの連絡なんですけど、はい、今その会社辞めてて他の会社行ってるっていうことでその会社の電話番号も教えてくれないから、はい、連絡は全然つけなくって、はい、向こうの実家の方のお父さんがいますから、はい、お父さんの方へも連絡するんですがわしは知らんの一点で通しますので。なるほど。お嬢さんはもともと専業主婦でいらしたの？パートで働いてました。で保険とかも滞納しまして、はい、保険も使えなくなっちゃって、で入院した当時はうちらが全額前のが払ってなくて保険が使えなくって、はい、また建て替えしたりして出してたんですけどね。給料がまあやっぱり少ないから払える状態じゃなかったみたいで、はい、パートで働いても間に合わないからうちが貸してくれてるので結局うちで貸してたんですけどね。うん、はい。それであなたにとってはお孫さんになると思うけれども、はいはい、23歳のお孫さんは、はい、パートだかそういう感じでアルバイトされてる。はい、働いてます。でこのお孫さんはどこに住んでらっしゃるの？はい、それがねちょっと本人が言わないんですよね。連絡してもどこにいるっていうことを。っていうことはお嬢さんたちの家にいるわけじゃないの？ないです。ね部屋もちょっとごちゃごちゃでなかなか住みづらいような生活してたからで自分でアパートを借りてて、はい、どうも勤めているらしいけどなんか勤め先をはっきり教えてくれないから、はい、アパートも、はい、ほいで電話やメールするんですけど、まあ、全然行きっぱなしで全然返信してこないんですよね。よっぽどないとたまにはポロッと来るんですけど、はい、お婿さんは、はい、お嬢さんが入院するまでは一緒に暮らしてたの？そうです。曲がりなじみも夫婦でやってたようなんですけど、病気を境に連絡も取れないでどうしたらいいかなと思って、今後そうすると、はい、お家にはいらっしゃらないわけね、あのお嬢さんたちのうちには。今はいますみたいです。だけどなんか行ってもなかなか出てこないんですよね。おるような風なんだけど。ああ、なるほど。はい。わかりました。それで、はい、今日のご相談は何でしょう？復縁っていうのか、まあね、そういうふうに一緒に住ましたいんですけど、はい、話し合いがないからどうしても取れないからどうしたらよろしいかなと思って。なるほど。はい、ちょっと立ち入ったことを伺いますけれど、はい、お嬢さんの機能障害は何？はい、ちょっと言語障害。あ、言語障害。わからないわけじゃないですけど、はい、字もちょっと書けないです。体の動きもある程度、はい、うん、ちょっと歩いたりなんかするのは全て自分のことはできるんですけど。はい。わかりました。はい、今日はですね、弁護士の志賀こずえ先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。こんにちは。まず伺っておきたいんですが、はい、一番根本的な問題で、はい、このお嬢さんですね、まあお体悪くして今ご実家にいらっしゃる。はいはい、このお嬢さんはどうしたいとおっしゃってるんですか？一人生活したいとは言ってますけど、とてもじゃない一人生活はできないから、誰かと一緒にいなきゃいけないから、今現状はね、だから自分は一緒に生活したいと思うんですけど、相手が話にならんっていうのが出てこないから、そうするとお嬢さんとしては、はい、今その離婚とかね、はい、そういうことではなくて、はい、できることならご夫婦として暮らしていきたいと思ってらっしゃるわけですね。はいはい、そうですか。はい、それで、ご自分のことがそうやっておできになるとすれば、はい、この住まいにお戻りになるってことは不可能ですか？それがね、お家がね、ちょっとね、大掃除しなきゃ住めないぐらいごちゃごちゃしてるんですよね。うん、で、それを片付けてって言ってるんですけど、向こうに。それからもう姿消しちゃって全然なんかお姉さんの話ちょっとそのまんまでぐちゃぐちゃになって片付けてないよっていうことになってるんですけど、いっぺん掃除するかアパートを変えなければ、階段も螺旋階段がありますので、だからその点も全てちょっとしっかりしないと生活できないかなと思うんですけど、はい、まずね、確かに言語障害の来られた機能障害もあると。いうことですが、はい、まあ物事を判断したりすることについてはね、はい、全くその支障がないのであれば、はい、このお嬢さんはどうしたいかっていうことがまず先決だと思うんですね。はい、それから、鍵だとかそういうものをお嬢さんお持ちじゃないんですか？鍵は持ってると思うんですけど。そうですよね。はい、で、黙って開けて入ってもいいんですよね。もちろんです。アパート行ってまず中の様子を見てくる。はい、で、本当にもうここでね、例えばわずか片付けたってどうにもならないのか、場所の設定がね、お嬢さんにとってはもうとても無理な生活の状況になるのか。お家がもう古くてね、多分住めないと思うんですよね。これアパートなんですか？で、アパートなんです。そうですよね。ちょっとまあリフォームといったってそうそうこっちで借りてる方がね勝手にできるわけじゃないですよね。出る場合はやっぱり何かしらの方法で原型みたいな形にして戻すらしいんですよね。もちろんそうですね。はい。だから、まあなんかね、お母様が心配だっていうのはすごくわかるんですけど、先の心配を少しこう行き過ぎてしてるような気もしないではないので、そうですね。だから、まずお嬢さんがどうしたいのか、はい、それから、もちろんご夫婦なんですから、はい、夫である、あなたから見れば、まあおむかさんですけど、はい、この人は奥さんを養わなきゃいけないっていう法的な義務があるんですよね。はいはい、だから、どうしても話し合いに応じないとかね、そういうチャンスが持てないということであれば、はい、家庭裁判所っていうところに行って、家庭裁判所ですね。はい。まあ正式には婚姻費用って言うんですが、はい、いわゆる生活費ですよね。はい、で、まして、そのお嬢さんは今働けない状況にあるわけですから、はい、収入ゼロですよね。はい。はい。はい、だからその収入ゼロの妻に対して、いくらかわかりませんけど、きちんと収入のある夫から、はい、当然生活費を渡しなさいと。いうことが請求できますので、はい、まずそれをやってみる。はい、で、そういう手続きを取れば、はい、当然家裁から、このお婿さんに対してね、はい、こういう申し立てが奥さんからされてますよという書類が行きますから、はい、で、この書類はこのアパートに配達をされるので、はい、その帰ってらっしゃるんだったら見るはずですし、でも、もしそういうふうになった場合で、出てこないじゃないかなっていう不安もあるんですけど、もし出なかったらなんか罰って言っちゃいけないけど。いわゆるね、調停というのは話し合いなので、はい、そういうことをやって出てこなくても何もペナルティはないんですね。はい、だけど、そうだとすればこっちがずっと泣き寝入りしなきゃいけないことになるので、はい、ちゃんとその次のね、いわばもう裁判に準じたようなね、はい、強制的にいくらいくら払えというものを出してくれる手続きがありますので、はいはい、うん、だからまず家庭裁判所に行って、はい、うん、お嬢さんがその離婚ということをまず前提にしないのであればね、はい、まずその婚姻費用分担の請求の申し立てっていうのをして、はい、家庭裁判所ってこういうね、家庭内の揉め事を全部扱っているところなので、はい、そこいらっしゃればよく説明してくれますから、うん。で、それをまずやってみる。はい、で、はい、相手がね、別に生死不明でもないし、はい、全くどこにいるかわからないという状況ではないので。うん、例えば収入なくで、まあ、無職だとしても、ね、生活費は払わなきゃいけないわけになるんですか、娘に。原則はそうです。ただ、ないものはどうしようもないので、うん、ないから、はい、うん。この人に収入がなければ、それは無理です。はい、わかりました。うん。で、来なければね、はい、またその先の手続きっていうことがありますが、はい、とりあえずはね、はい、やっぱりそういうことをしてみる。で、向こうだって高をくくってるわけですよ。はい、要するにそのね、本当に優しい、ちゃんとね、責任感のある夫なら、こんなことするわけないですから、はい、うん。はい、だからまあ、一応そういうちゃんと法的な手続きを取ればね、はい、あ、これは大変だと思うかもしれないし、はいはい、少なくとも何かやらないと、はい、このまんまですよね。そうですね。うん。です、このまんまだっていうようなことが分かってきたら、はい、それはお嬢さんだっていつまでもそういう人とね、うん、一緒にいる必要もないし、はい、完全にお一人になってしまったらまたいろんなね、公的な手当だとかそういう問題も出てくるかもしれませんから、はいはい、まず第一歩としてそれをやってみるっていうのが一番いいような気がするんですね。そうですか。うん。それともう一点、はい、さっきからね、生活費貸したっておっしゃってるんだけど、うん、いわゆる貸し借りっていうのはちゃんと何かその借用書があるとか。正式な借用書はないんですけど、何月何日にいくら貸したっていうことはメモってあります。うん、それは貸したというだけ。そうです。借りましたというものはないんですか？貸してくれっていうことで、まあ、娘のことだろうと思って、うちらは貸してたんですけど。うん、じゃあ、そうすると、お母さんからお嬢さんに貸したっていうことなんですね。主人がね。うん。そうだとすれば、お嬢さんの方で、はい、いや、お父さんから借りましたということは可能なわけですよね。はい。で、お嬢さんも借りたという認識で別にもらっちゃったと思ってるわけじゃない。そうです。もちろん、できたら返しますって言ってる一番上でも返してくれてるから、ね、うん、はい、うん。そしたらね、これは生活費ですから、はい、当然別にお嬢さんだけが返さなきゃいけない債務ではないので、はい、最終的にね、お話をするときに、はい、まあ、全額でないまでもね、はい、当然そのお婿さんにも請求できる性質のものだと思うので、はい、はい。生活費としてお貸しになったんだったらね。うん、学費と生活費と両方なんですけどね。うん、だからその辺はその辺で、はい、やっぱりきちんと整理をされておいた方がいいと思うんですね。はい。はい。で、もう一度、本当によくお嬢さんのね、気持ちを。そうですね。うん、問題は娘なんですからね。そうです。うん、だから本人がしっかりどういうふうっていうことを考えなくちゃ、うちらもこう、なんていうのか、まあ話に持っていけないから。そうそうそう。あくまでもやっぱりご両親はお嬢さんを支える側であって、はい、決めるのはお嬢さんでね。まあ確かにそういう大きな病気をされて、まだそんなに日が経ってないから、はい、お嬢さん自身もね、なかなかいろんなことを考えるのお辛いかもしれないけど、うん、まあそろそろね、はい、前向きに考えないと。今はまあ主人も私も本当に元気ですから、大丈夫なんですけどね、いつ何時としたからね、ダメになっちゃうかもしれないから、そういうことを先読みしとかないと、かわいそうになっちゃうから、娘はね。そうですね。全くそのままだったら。ただ、あんまりね、お母さんがこういうことも心配、こういうことも心配って言うとね、また当事者であるお嬢さん自身がね、なんか責められてるような気持ちになってしまうかもしれないので、いろんなところの力も借りながら、先のことを考えるっていうのがいいんじゃないでしょうかね。そうですね。だから、とりあえずまず、その、生活費をちゃんと払えという手続きをやるっていうのが一番だと思いますが。はい。はい。はい、わかりました。はい。はい、いろいろありがとうございました。はい、お分かりいただけましたか。はい、ありがとうございました。はい、お嬢さんを大事に。はい、すいません。失礼します。はい、どうも。はい、どうも。